どうも、アイチです。今回は受験生向けに、まあ、夏がねやってきますので、夏にこういう勉強スケジュールを立てて、こういうペースで勉強していくといいよっていう、そのポイントの部分をね少し話していこうと思います。みんなの夏休みもだいぶ削られたと思います。だから夏休みが削られるっていうこと自体がまず今までないですし、あとはその受験範囲、まあ、高校受験とかはね結構も発表されてますけど、その受験範囲も削られる可能性があると、まあ、みんなの地域わからないけどね、それぞれバラバラだろうから、だからそういった状況、この状況下でどうやって契約を立ててやっていくか、どうやって成績を伸ばしていくのかっていうところを考えていきましょう。それじゃあ今回もねホワイトボードを使わせてもらいます。で、まあ、さっき話した夏休みの部分からいきますね。自分ところにツイッターのまあリプとか、まあ、コメントとかで見てもそうなんだけど、一番短かったの7日だったかな、確か夏休みが7日間だけ、1週間だけねとかで、長いと地域によっても1ヶ月ぐらいのところもいた、うん、方もいたんだけど、今までって夏休み40日間あったんですよ、大体ね40日間あって、その40日間を使ってどうやってレベルアップする、ここまでレベルアップするとか考え、その夏休み単位で考えるわけよ。でやってたんですけど、それが今回使えません、なかなかね。だからまず1個目のその契約の立て方として、今動画7月3日に撮ってるんで、まあ今日動画撮ってくれて契約立てるから、明日からの契約って考えて4日からにしようか。7月4日から8月末まで、ここで自分がこうなってたいと、ここまでの目標をまず決める必要があります。ここまでの契約を考えるの、いいかい。もちろんみんなの目標っていうのは志望校合格のね方がほとんどでしょ。だからそれって1月2月3月でもっと先なんだよね。だからそこの志望校合格って目標を達成するために、ここまで全部ね、2月まで全部の計画を立てられるのはもちろん素敵なんだけど、計画っていうのは長くなればなるほど崩れやすくなっちゃう、もろくなっちゃうから、それを、そこが目標にあるんだけど、それを達成するためにまずは8月末までに俺はこうなってるぞ、私はここまで頑張るんだっていう、その目標を立てるんだと今思って聞いてください。でここでねすごい大事なポイントが出てきます。まあ、夏休みね、まあ、最初にも言ったようにみんなによって違います、何日あるかはね。けれど今年計画は、夏休みはないと思って計画を立てるべきです。こっから例えば8月1日から8月14日までは夏休みあるから、こういうこのぐらいちょっと上乗せでやっていこうとかって考えたくなると思うんだけど、自分は今のところはそれをなしでやってもいいと思います、の方がいい。なぜかっていうと、今中学生からねいろいろ話を聞いて、高校生もそうなんだけど聞いていると、まあ学校の授業進度進むペース今めちゃくちゃ早いと思うんですよね。学校の先生もその範囲を追わせなきゃいけないんだよ。で多分だいたい100〜120時間ぐらいかな、授業時間でもう削られちゃったんですよね、4月5月なかったから。でも先生間に合わせなきゃいけない、それ仕事だからさ。でそれを先生も嫌なんだよ、いろんな先生の話聞いてて、まあ、みんながみんなじゃないけど先生も心苦しく思ってる、もうこんな早いペースでやんなきゃいけないのは生徒がかわいそうだって思ってるけど、もうやんなきゃいけないんだ仕事だから。で、まあ、みんなもさ、早いよ無理だよ追いつけねえよ、もういっぱいいっぱいなんだよね。でその状況下で、しかも受験勉強の、まあ、契約組めっつってんだよ俺、いい、だからもういっぱいいっぱいな状況で、しかもまたやれって言ってるからね、もう崩れるのが目に見えてるの、下手すると多分多くの方が崩れちゃう。だから夏休みここの期間はあるから、その期間はきっと時間に余裕があるからいっぱいできるはずっていうのを期待して立ててしまうと、もっと崩壊してしまう。だからここは期待しない、もちろん時間はできるよ、できるから、その時にあ、ここまでちょっとペースが崩れてこの分やれなかったから、その残ってる、あの空いてる時間、増えた時間でそこをやっていこう、ペースを立て直すために使っていこうって思ってください。だから今ね現段階でその8月31日までここまでにこうなってんだぞって契約を立てる上では、ここ時間がいっぱいできるからっていう契約の立て方はしない方がいいです。それじゃあ実際ね契約を立てる時のポイントをね話していくんですが、まず自分がよく言ってるね、この3勝2敗の法則です。あ、これ俺が言ってるだけなんで他の人に言っちゃダメだよ、何言ってんだこいつってなるからね。これ何かっていうと、高校受験の方、まあ、私立をね受ける方は国数 A の3科目受験になると思うんですが、大体の方がこう5科目受験国数 A 履修ね受けると思います。で国数 A 履修5科目全部伸ばせたらもちろん素敵です、それが理想です。
で多くの方が高校受験って人生初受験なんでそうするものだと思ってます。親御さんもそう、保護者もそうです。でもね、そうじゃない。5科目全部伸ばそうと思って全部が中途半端で伸びないっていう子を多く見てきてる。そうなるぐらいだったら5科目の中で自分が得意だったり武器にできる、武器にするんだって決めた3科目に絞って勉強していきます。それは任せる。何でもみんなによって違うでしょ、好みが。例えば自分はさ、理系科目が好きだったから数学、理科、英語みたいな。もちろんそれが数学国語とかあってもいいよ。文系理系どっちだよ、全然構わない。みんなが武器にするぞと思った科目が大事だから、その3科目これで勝ちに行くぞって、そこをまず意識してください。で大事なのが、じゃあ勝ちってなんやねんって話なんよ。勝ちって何っていう。でこれはみんなが目指してるその志望校のレベルによっても変わってきます。これは大体の基準よ、絶対ではないんだけど、例えば偏差値が50ぐらい、まあねぐらいのまでを目指してる方だったら、もう平均点取れたら勝ちよ、受験勝ち科目って言っていいと思う。いいかな。で偏差値がじゃあ60ぐらいを目指してる方であれば、平均点プラス、まあ、15から20ぐらいかな、大体よ俺も取れれば、まあまあ勝ちって言えるんじゃないかなっていう。そうやって、まあ、基本的には少なくとも平均点ね、平均点を取れる、そこまで持っていける科目、安定してね平均点が取れる科目に持っていく、それが勝ちです。で高校受験において平均点って大体だよ、大体平均点は50から60になるように設定されることが多いです。ちょっと40前半、41、2とかになると低いなって思うし、69とか70に足がかかってくるとちょっと高すぎじゃないかって思うので、やっぱりこのぐらいなのね。だからみんながだいたいその50点から60点が取れる科目が勝ち、まあ、もちろんこっちになると75とかなってくるけど、いいかな、そういう意識だと思っていたの、思っておいてください、この説明に関しては。であと負けの方ね、じゃあこれだったらさ、国者がないでしょ、じゃあ国者負けだから何でもいいかと、それは違う、違うぞ。例えばこの平均点で5点しか取れませんでした、別にいいよね、良くない良くない、そういうことじゃない。まあ言ってしまう、それもさ、ここの目指してるところによるんだけど、例えば平均点、あごめん、偏差値50までぐらいのだったら、まあ30点ぐらいとかでもそこまでで抑えられればいいと思う。まあ負け、いい負け方よ、それだったら。だから全部がその50点以上っていうんじゃなくて、まず3科目で平均点が取れるようにしていく、これをいち早く作るのが大事。3科目をいち早く、8月末までに作れればいいやじゃない、できればもっと早くにどんどん作っていきたいんだ。でそうすることによって何が生まれるかっていうと、勉強ってね、できるというか得意っていうのが1科目でも生まれるとめちゃくちゃ早いんだよね、そこが。例えばこの中で、まあ、自分だったら中学の時はどっちだろうな、まあ、英語の方が好きだったけど、まあ、数学にしようか、今専門だからね。じゃあ数学がまず伸ばすと、ここにこの3科目の中でもこっちを一番力入れていくと。で勉強最初は伸びないんだよ、勉強してもさ、できるなって感じがしないんだ、どの科目でも。でもそれをね、踏ん張って踏ん張って繰り返して繰り返して繰り返してやっていくことで伸びていくんだ、いつか。でそしたら、あ、やったらできるんだっていうの、自分が、あ、勉強したら自分は伸びていくことができるんだって数学で経験するの。そうすると1科目で経験すると、まあすごいねネガティブな子だったりすると、数学だからできたけど他は無理だしって言うかもしんない。でもね、結構多くのいろんな子に話してきた中では、やっぱ1科目できるとこっちもできるんじゃねえかなって、やればって思うの。そうするともうそのモチベーションって大きな違いだから、明らかに伸びていく、こうやって。で伸びていく伸びていく伸びていく、きっとここに選んでる科目っていうのは得意な科目というか、ちょっと苦手意識がそんなない科目を選んでるはずなんだよね。だから苦手意識があるその国社、ここで言うね、国社っていうのは苦手意識ってめちゃくちゃ勉強の邪魔なのね、効率が下がっていくの。だって頭の中でどうせ伸びねえんじゃねえかなって思ってんだから、私苦手だから、私、俺苦手だからって思ってるから。でもそれがこっちによってやればできるかもって自信がどん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 ついていくと、苦手だけど、でも苦手だけどやればできるんじゃないかなと思い始める。そしたらこっちのもんよ、もう。そしたら勉強してから伸びていく、こっちではね、ある程度固まってきて3勝取れるようになってから、じゃあこっち行こうぜと。それがいち早くできたら3勝が4勝になるでしょ、持っていたら5勝になるかもしれないわけだ。
いいかな。だからひとまず5科目全部上げるぞじゃなくって3科目参照しに行く。その中でも1個、もっとね、参照の中でも1個、こいつを英才教育だと徹底的にこいつます伸ばしてやるよみたいなのを決めてください。どれがいいとは言わない、いい、みんなに任せる。そこはいいかな。じゃあ実際のね立て方をやっていきましょう。さっき言ったこの7月4日から8月31日、もともと62日間、7、8であるから、59日間かあります。ここね、まあこの動画見てるのがね、もっと後の方もいると思うんですが、まあ、ちょっとこれで説明していきます。59日間あって、例えばですよ、結構ねやりがちなのが、まあ、さっきね全部の科目を上げようとすることかだと、1日1科目20分ずつやりますみたいな、20分 ×5 で100分、1時間40分かやりますみたいな方がいるんですけど、いやこれはね、まあ、中途半端になるわけよ。足んないんだわ、勉強量が。1科目の上げるためのエネルギー量が足りなくなっちゃうから。例えばさ、59日間、最初にも言ったようにみんなバタバタです。バタバタ、学校で課題とかあっても疲れ切ってる。その中で勉強できるっておそらくだよ、分からんけど、俺1時間できたら結構すげえと思うんだよね今。あ、これ1時間であれよ、ダラダラじゃなくてもう超集中してる1時間よ、学校がある日の状態でね。でそうしたらさ、59日あるけど59時間しかないわけ。59時間よ。これ5科目で割ってみ。 1つの科目12時間だよ。12時間で8月末まで勉強できないんだよ、自分が契約したものが。圧倒的にないんだよね、時間がね。だからさっきも言ったようにこう絞ると、科目を絞っていきます。で、まあ、これもね、これは一例です。一例、極端な一例として説明します。でも自分が実際に生徒にやらせてた、それで成果出したものなんで、そういう勉強の選択肢も、ね、契約もあるんだと思って。例えば、まあ、自分は結構ね、その個別指導塾にいたので偏差値があんまり高くない、勉強が苦手な子がすごく多かったの。多かって、で、まあ、こういう子が多いわけよ、こういうこのここ目指してる子とかがね多かったから、そういう子には、例えばじゃあこの科目で設定するじゃん、今みたいな話をして、じゃあ数理、まあ、本当はね数理 A 選ばないな、俺だったら理系好きだったら数理社だな、で選ばせる。理社の方が伸ばしやすいから。そう、A はね、やっぱ単語が全然壊滅してると単語がスタートに入ってきちゃうんでちょっと難しいね。まあ、じゃあ数理社で行こうか。そしたらここを行くと、で多分ねこれだったら理科だな、あの一番伸ばすやつ理科にする、きっと数じゃない理科にさせるんだけど、そしたら理科は英才教育なので絶対サボっちゃダメ、毎日やる理科に関しては。で一番時間取る、そうで一番時間取るんだけど、結局1時間しかないわけよ。1時間しかないから、ここを、まあ、30分とか使う。でもう30分しか使えねえんだぞと、時間って無限にあるように感じるけどないじゃんか。でも無限にあるように感じてるからダラダラするんだわ。だからもう30分しかない、タイマー30分つけろって、30分でどこまでできるって、もうこれしかないんだ私には時間が、と思って勉強計画立ててみって考えるわけ。でそうすると最初はずれるよ、最初このぐらいできるかなと思ったけど全然できなかったりするわけ。でもっとできるってね、ずれが生じるんだけど、それはいいんだわ。契約を最初に立てたものが完璧である人なんてさらさらない、それをこなしながら微調整していく、それが成長だから。みんなので、まあ一応これで計画立ててやっていくと、それが自分の動画なのか問題集なのかわからん、何使っても構いません。自分の動画だったら1日例えば2本を完璧にしていくと、早く 1.5 倍速とか使っていけばできるから、これでも2本を絶対的に完璧にしていくぞとやっていくわけで、あとは数学とか社会かに関しては毎日はできないかもしれないから、まあ、15分とかやって1日置いて確認していくとか、まあ、そのペースの決め方は任せるけど、とにかく反復が大事。これはしつこく言ってるけどさ、勉強っていうのは新しいものを勉強するのと入れたものを抜かないように、抜けるな抜けるなってするのがすげえ大事だから、だから反復練習をしなきゃいけない。やることがいっぱいある、先に進まなきゃいけない、わかるけど、でも入れたものが抜けちゃったらもっと意味がなくなっちゃう。だから反復練習が大事なんで、理科は毎日、もう英才教育の科目だから毎日昨日の復習もするし、新しいこともやっていく、一番時間を取る、それを30分でどれだけ効率よくやるかっていうことを考えていく。で数学とか社会っていうのは、まあ、1日飛ばして2日前にやって、やったこと覚えてるかなって、あの因数分解の問題忘れてないかなとか、そういうのを確認しながらやっていきます。ちょっとここねバーって話してきてついてきましたか、大丈夫でしたでしょうか。実はねこの撮影今 NG 何回もあって5回目ぐらいなんですよ。テイク5ぐらいでちょっと声枯れ始めましたけど、で失
礼。で最後にですね1個伝えたいことがあります。今、これを見てくれてる段階で特に今中3生の話なんだけど、皆さん公立、まあ、公立目指してる方ね、公立高校の過去問買いましたか？多分ね買ってない方多いと思うんですよ。まだ、まあ、これから買おうと思ってたって方もいると思うんですけど、これ、まあ、例えば今日7月3日にね見てくださってる方がいたら4日5日、土日ありますね、買ってきましょう、買ってください。で何をするかっていうと、問題どこの1年分でもいいです。まあ一番最近の1年分でもいいかなと思うんですけど、まあ、どっか去年とか一昨年とかどっか1年分の問題をちょっとやってみましょう。全部時間計ってガチでもやんなくてもいいです。どんな問題が出てるのかっていうのを確認してください。なんでそんなことするかっていうと、ちょっとね言葉が悪いんですが打ちのめされてください。それを見てこんなにできないんだって、こんなに難しいことが出るんだっていうのをへこんでください。それがあなたのパワーになります。これはですね、まあ、塾講師の時はやってて目の前で進めフォローができるんでね、使える方法なんですけど、本当は動画でやるべきじゃないんですよ、ね、サポートできないからみんなの。これ言われてさ、ふざけんなクソジジイって思うかもしれないね、思ったと思うんだよ。まあ、それは構わん、思われてもね。でも今年ね本当に大変なんだ。いやみんなが感じてると思うけど本当に大変なの。時間はねえし、もうバタバタだし、あってコロナ第2波来るかもしれないよ。みんな今学校行ってるけどまたなくなるかもしれない。受験がどうなるかわからないけれど、今ねこうやって夏休みを考えずに計画立てろって言ったじゃん。これはじゃあ毎日同じペースでやれっていう話なの。あの日はこれだけ時間あるからとかじゃなくて、まあ、もちろん土日の関係とかも出てくるけどね、土日もさ時間取れるかもしれんけど、毎日これだけは絶対にやるぞっていう、そのコンスタントに勉強していく力をつけてほしい。そのための計画なのね。でそれを持ってる人はコロナで第2波が来ようが、例えば学校が止まってしまおうが、すげえ力強く進んでいけるよ。でもそれが今ここがなくって、周りの状況に揺らいじゃう人、こうなってわーわーってなっちゃう人は、おそらくまた第2波とか来た時には立ち止まるから動けなくなっちゃう。そこで差が生まれちゃう。本当にね、まあ、今塾講師やってないですけど、もう考えるだけでもかわいそうっていうか、もう大変っていうかさ、もうなんか心苦しいの。だからちょっときついこと言ってる今回この動画に関しては。でもね伝わってほしい。ここの、まあ、今年本当受験生さ、例えば学校行事がなくなったりとかね、みんながねもうなんか何なんだよってうわーって思ってる方多いと思うんだよ。本当に思うと思う、思うけど、だからこそ今年のこの1年の受験生すげー苦しんで苦しんで、まあ、志望校受かるか、まあ、落ちちゃう子もいるかもしれない。でも戦い抜いた方はめちゃくちゃパワーをつけて社会人になっていくよこれから。いやあのなんだろうな、まあ、すげー失礼かもしれないけど、いい経験だったって、あれが自分を成長させたって思える人はめちゃくちゃ強くなると思うこの先。だからこそちょっと今回ねこんな言い方をおっしゃったんですが、もしよかったらね、これはあれよ、本当一例です、一例、契約立てられないって今そんないっぱい来てるからさ、一例として出しましたけど、まあこういう考え方もあるんだって、どっかエッセンス抜いて全部真似しなくていいから、あここはちょっともらおうとか、これいらねえって自分でみんなで判断してもらって構わないから。ただもしね今日見てくださってる方は、過去問買ってない方はひとまず買う。多分これ言っても100人中10人しか買いに行かないから、で10人中買ってきてもやる人は多分1人だから、100人中それぐらい差が生まれる。みんながまずここでまず第一歩を踏み出せるかどうか、一歩踏み出せる、契約を立てようって考えるかどうか、そこがまず始まりです。ぜひ、ここから一歩踏み出してね、まあ、しんどい中で、ね、本当に負荷をかけてしまって申し訳ないと思ってるんだけど、強く力強く踏み出して、春にね3月、まあ、2月3月にこう悔しい涙じゃなくて嬉しい涙、頑張ってよかったって自分を褒めてやりたいって思うような涙を流してくれることを期待して、まあ、これからも自分もねそんな動画撮っていきますんで、一緒に頑張っていきましょう。